皆さんこんにちは、るいです。はい、雑談もずいぶん久しぶりで、本当に久しぶり。なんでかっていうと、ネタがなかった。ネタがなくて、まあ、どういうね、あるのよ。あるんだけれども、やっぱり、なんだろうな。皆さんの、こうね、心に響くものとか、そうなんだっていう、そういうね、ものが、やっぱりいいのかな、みたいなさ。だから、いろいろこう、考えて、最近ちょっと出会った、とある、まあ、動画、また動画なんですけれども、のお話をさせていただきたいと思います。まあ、いつもね、TikTok の動画とか、インスタのね、リルかな、で、そういったところから、まあ、情報っていうか、そういう風なのは取ってくるんですけれど、それも、まあ、そこから取ってきたもので、まあ、それもまた外国の話になります。外国の人っていうのは、やっぱり、心が大きいのかな。私はもう、純日本人で、もうね、日本みたいなもん。日本だからかもしれないけど、日本だからとか外国だからっていう、そういうのはまあ偏見かもしれない。そういう人もやっぱり日本にもいっぱいいらっしゃると思うからあれなんですけど、まあよく見かけるのは外国の方の方が多いかなっていうふうに思うんですけど、まあ今回の話はとあるマックとか ケンタッキーとか、ああいうね、モスバーガーとか、そういうふうなバーガー屋さんの、ところの話なんですけど、ある、ふくよかな、女性が、まあ、店員さんとしていて、で、男性のお客さんが、注文どうぞって、ね、女性に言われて、で、その男性が、実はお金を、忘れてきてしまって、お財布を忘れてきてしまって、パンね、このバンズっていうのだけでもいいから、ちょっと、恵んでっていうか、ちょっと欲しいんだけど、みたいな感じで言ったら、日本の方だったりとか、普通、自分がそういう風になったら、皆さんどうしますかね。で、私だったらめっちゃ困るなぁと思ってさ、やっぱり自分は雇ってもらっているから、どうだろうなぁと思うんだけど、その女性は、いいわよみたいな。いいわよみたいな感じで言ってて、飲み物はって言って、ついでに飲み物はみたいな感じで言うのよ。で、いいんですかみたいな感じで、その男性が言ってたら、いいわよ、私のおごりよみたいな感じで言ってんのよ。ほーっと思ってさ。で、私のおごりだから、いいわよ、頼みな、みたいな感じで言ってて。で、その女性はね、それを準備してくれてるのよ。で、男性が、まあ、ドッキリみたいな感じで、種明かしをするんですけど、実はね、って、僕財布を持ってんだっていうふうに言って、その女性は、おーみたいなリアクションをするわけよ。なんてこったいみたいなの。で、実はさ、って、僕、1000ドル持ってるんだっていうふうに言うのよ。1000ドルっていうことは、まあ、約10万円ね。今も円高、ドル高わかんないけど。だからちょっと値段変わってるかもしれないけど、約10万円近く持ってるんだよ、つって。で、それを君にあげるよ、つって言うのよ。こういうふうに言ってくれたお返し、みたいな。だから、その女性は、みたいな感じで、その、あなたの優しさに、僕はこのお金をあげるよ、みたいな感じで言って、まあ、その女性は、すごくびっくりしていたっていう、そういう、お話なのよね。で、そこで、やっぱりね、私の日常では、そういうふうなことを、見たこともなかったし、実際自分がその場に立たされた時に、それをするかどうかって、いや、ちょっと待ってください、店長に聞いてきますとかさ、そういうリアクションするのかな、みたいな。
なんかやっぱフランクっていうのかな、外国の人だとフランクだから私のおごりよみたいな、飲み物はって言ってさ、飲み物までさあのこう促すっていう、そういうこうその優しさとかいうのがあの素晴らしいなっていうふうに思ってて、前にもねあのこの主婦の雑談でもお話しさせていただいたけれども、あのそういう外国人の方が結構なんかドッキリみたいな感じでするのが多かったりしてね、あの本当ドッキリが正しいのかどうかわからないけど、結局はそのドッキリをすることでそのあのあなたのその優しさにお金をプレゼントするよっていう、そういう企画なんかな、企画 YouTuber みたいなそういう企画なんかな、わかんないけど、そういう感じであのやってたりとかして、あのね石、大きなこれぐらいの石ですよ、これぐらいの大きな石が路上にね、路上に、あの、道路上に、三つポンポンポンってなんかこう、重なってこう、乗ってたのよね。で、そこを男性が一人来た時に、邪魔だな、みたいな感じで、ポンって蹴ったのよね。で、もう一人の男性もそこ来た時に、その人もまた邪魔だな、みたいな感じで、またポンと蹴ったのよね。で、今度は、あの、ベビーカーを押してきた女性の方、があのそれをこうあのその岩っていうか岩に近いわね、石なんだけど、まあ持てることは持てるわよ、うん、それをあのを見た時に、まあ車は一応通ってはないけど、通るのにはもうね、やっぱりタイヤがパンクするとか車が傷つくとか、そういうレベルの大きさの石なんだけど、邪魔だなみたいな感じで思って、その女性は一つ一つその道の横に端にね移動させるわけよ、赤ちゃんを置いて一個一個ね、こう一個一個こうで、三つ目の時にお札が置いてあったの、うん、この道路にね、うん、だから要はそれも、あの、まあ、ドッキリなんかもしれないけど、あなたの、その、そういう、素晴らしい、その、心に、あの、撃たれたよ、みたいな、そういった感じ。多分、どっかでこう、ね、隠しカメラで撮ってるような感じなんだと思うんだけど、まあ、YouTube みたいな感じのネタなのかな？わかんないけど、そういうふうに、こう、出てきてて、で、その女性は、みたいな感じでなってるっていうような、そういう動画が、あの、最近ちょっと見ました。まあ、それはね、まあ、外国の方の方にはなるんですけど、今の TikTok とか見ていると、私ね、あんまり、もう本当にあの、最近あんまり見なくなったんですけれども、あの、ホームレスの方なんかがね、いらっしゃって、で、なんかそういう方に洋服をプレゼントしたりとか、あと食べ物とか飲み物とかをこう差し入れしてあげたりとかして、あの、毎日通るのかな、その人は。だから、その、通る時に、あの、いつもこう、何が欲しいのつって一緒にコンビニに行ったりとかして、まあ、それをこう、YouTube でアップしてるっていうような、日本人のね、まあ、男性組かな、男性の何人組かわからないけど、男性自体は映ってないのよ。うん、その、あの、ホームレスの方だけしか映ってはないんだけど、そういう風にしてあげているっていう姿も、あの、よく動画で見たりします。で、あの、ね、福井ってそういう、あまりこのホームレスっていうのを見たことがないから、もう本当に私が、あの、本当に昔、今はもうあまり見ないけど、その東京とか大阪とか行ったりとかした時に、まあ、たまーに見るっていうか、そういうぐらいで、なんですけど、やっぱね、今も現にそういう方がいらして、その方に対して、あの、そういうね、してあげている姿を、まあ、動画に撮るっていうのは、ちょっと、あの、どんなのかな、わかんないけど、その、多分その人は出してもいいよって言ってるとは思うんだけれども、そういうふうなことが、まあ、できる。
うん、ある程度のこう自分のこの収入とか自分のね、まあ所持金もある程度ないとまあできないとは思うんだけど、そういうことがあのさらっとできてしまう、さらっとできてしまう、それがあの私にはできないからすごいなっていうふうに思っていますというふうなあの今回のあの雑談の動画になります。皆さんね、今の話を聞いてどういうふうに思われましたかね。あの人にいいことをするっていうのはなかなか難しくないですか。私もなかなかそんな、まあそういう機会もないし、まあそういうふうに、まあ周りを見ていないっていうか、まあ自分しか見てないっていうところはあるね。やっぱりこうなんだろうな、周りをこう見てて、ちょっと困ってる人がいたら助けてあげようとか、そういう目で周りを見る余裕がないっていうふうなのも実際あるのかもしれない。で、まあね、私の最近の自分が頑張ったっていうか、ちょっと、良いことをしたなと思うことは、まあ、大したことではないんですけれども、うちの病院での話で、多分ね、そこの病院にね、行き慣れてない方、患者さんだったと思うのよ、女性の方で、うちの母よりちょっと下ぐらいの年代の方なんですけれど、処方箋をね、ファックスで流すと楽なんですよ。まあ、そのまま処方箋を調剤薬局に持ってっても全然お薬はもらえるんだけれども、自分の指定した調剤薬局にファックスでこう自動で流せるんですよ。こう、名前をポンと入力するだけで。電話番号というかファックス番号入れずにもう入力してあって、で、なんとか薬局っていうところをこう、クリックするだけでブーンっていくような、そういうファックスのやり方になってるんですけれども、そのやり方がね、わからずにこう、戸惑ってらっしゃる方がいたの。で、なんかお困りですかって言ったら、すいません、ちょっとやり方がわからなくて、つって。で、あ、そうなんですね、つって、どこの薬局に送られたいんですかって言ったら、この辺で、って言うのよ。この辺で一番近いところで、つって。って言って、まあ私もね、たまたまなんですけど、そこに、元、歯科衛生士時代に、そこの近辺に勤めてたもので、そこの病院のあたりは、めっちゃ詳しいんですよ。だから、ああ、じゃあここがいいですね、って、ここでいいですかって、もうほんのそこなんですけど、みたいな感じで言ったら、ああ、そこじゃあお願いします、って言って、で、ファックスを流して、あげたんですけど、そしてこれが受付表で、これが処方箋でって、これ持ってくともうお薬そのままもらえますからね、みたいな感じで言ったら、すごく喜んでくださってて、もう私ができることって言ったらこんなことぐらいしかもう本当にないんですけど、まあずっとうちにもいるしね。だからそういうふうなちょっとしたこと、困ってる人を助けてあげられる勇気、助けようってこう助けるにはやっぱり勇気があるじゃないですか。周りの人の目を見たりとかさ、どんなふうに思われるんだろうとかさ、なんかやっぱりちょっと勇気、こちら側としても勇気がいるものだけれども、そういうことをさらっとこうしてあげられる人になりたいなーみたいな感じで最近は思っていて、で今メインチャンネルの方で、まあ小さな親切マラソンみたいな、ちょっとややこしいマラソンをコミュニティでやってるんですけれど、まぁ、ちょっとね、文章化するのはすごく難しいんですが、まぁ、こんなことちょっとやってあげたよとか、
ね、例えばさ、あの缶を、缶とかペットボトルを拾ってゴミに投げたよとか、そういう風なのを毎日っていうか、まあ私が出せる時なんですけど、に、コミュニティで出させてもらって、皆さんどんなことしましたかっていうような、コミュニティを、募集をしてるんですね。うん。なので、まあ、それをね、皆さんも、もしね、私に、こう、共感っていうか、していただけるんであれば、まあ、それをね、人にじゃなくてもいいんですよ。自分に対してでもいいんですよ。今日自分すごく頑張ったから、今日すごいもう、お掃除頑張ったからとか、今日はいっぱい洗濯物したから、お昼寝をしたとかさ、そういうのとかご褒美をあげたとか、そんなんでもいいんですよ。家族に、今日はこういうふうにねぎらいの言葉をかけてあげられたとかさ、そういうことでもいいので、まあ、小さな親切マラソンということで今やっておりますので、まあ、ほぼ毎日っていうふうな感じではやらさせていただいているので、うん。皆さんのね、そういった話を聞かせていただきたいなーっていうふうに思っております。はい、募集ですね。はい、募集です。はい、ちょっとしばらく続けております。その前にもまた違う企画をやっていて、まあその時には、また違うね、マラソンもやってたんですけど、幸せマラソンっていう、ハッピーマラソンっていうのをね、今日の一日のハッピーマラソンっていう風なのをやっていたんですけど、今度は、小さな親切マラソンっていうのをやってます。また、秋とか冬とかになったら、またなんかちょっと企画が変わってくるかもしれませんが、コミュニティでそういった、皆さんが参加できる企画をこう考えておりますので、動画だけでなく、コミュニティも覗いてみていただけると、嬉しいなっていうふうに思います。はい。で、私のチャンネル登録のマークの横に、鈴マーク、ベルマークついてるの分かりますかね？はい。ベルマークを押していただけると、私がコミュニティに投稿したとか、動画を投稿したとかが、出るように、出るっていうか、通知されるようになります。はい。なので、いち早く私、るいちゃんのっていうふうに思ってくださる方が、もしね、いらっしゃったらそこをポチッとしていただくと、すぐ届くし、やっぱね、日常はこう、日中はこう仕事してるし、ちょっと、ね、通知はいらないかなっていう方は、ね、うざいって言うとあれだけど、ベルマークは、ちょっと解除しておいていただいても全然いいので、はい、どちらにしても、ルイチャンネルの方をよろしくお願いします、ということでございます。もうね、なるべく短くね、収めようっていうふうに、ちょっと今動画頑張ってんだけど、もうなんせ喋るのが大好きだから、ちょっと喋ってしまう。申し訳ございません。少しずつですが、15分から20分の動画にまとめようと頑張っておりますので。はい、よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧くださいましてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたねー。バイバーイ。